三匹の子豚。あるところにお母さん豚と三匹の子豚が住んでいました。ある日お母さん豚も言いました。お前たちも大きくなったから自分で家を建てて暮らしなさい。一番目の子豚は藁を集め、お家を作るには藁が一番。軽くて簡単、すぐできる。とさっさと作り上げ、船を始めました。二番目の子豚は、あれれ、お兄ちゃんのお家もう出来上がった。僕も頑張ろう。木を集めて家を建て始めました。トントン、釘打ちゃ出来上がり。木のお家は丈夫でとても立派だよ。二番目の子豚は家を建て終わると船を始めました。三番目の子豚は、あれれ、お兄ちゃんたちのお家もう出来上がった。僕も頑張ろう。レンガを運んで汗をふきふき家を建て始めました。よっこらぺったん、レンガのお家。一つ二つと積み上げて、時間はとてもかかるけどできればとても丈夫だよ。何が来ても大丈夫。やめて夜になりました。わーい、やっと出来上がったぞ。その時月が出て、遠くの方で狼の遠吠えが聞こえます。うおー、三番目の子豚も眠りました。ところが腹ペコの狼が子豚たちの様子を見ていました。狼はまず藁の家に行きました。Thank you.